ガンダムじゃないロボットアニメだったら、一か八かで買ってもよい、わけだ。異世界、ガンダムではない？そこ、なら違う未来はあり得る。テロリストでしかない人々にも、そこならヒーローだったり。その王は外の世界から持ち込んだ、凶悪な洗脳装置で、人々を制御してるのだ。それに気づいているのは日陰者の主人公たちだけだ。その、洗脳装置さえ破壊できれば。正義は我にあり。強力な権力へも、疑念は大事。とは言うが、現在はゲームも発達しその、一か八か、の特攻の難易度、そういうのも再現ができるわけで。それは無理、そういうのは、やっぱり現れはする。面白い、とは、正しい、ということだ。不可能というのは、ある。皇帝は、果たして、オーガさんの存在を前に、消えるのだろうか。その物語はどういう結末へ至る。